じゃ,んじゃああのマイク入れていただいてはい入りましたはい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 やいこれをねこれをぐるぐる回していくんですよ <laughs> この1周ずっと回ってみんなのいろんな応対聞きながらね、はい、触発されることがあ,あるはずなんですね、はい、そういうことをまた語っていくんです まず、私も、明日から1ヶ月、とりあえず、頑張ります。いや、今日からでいいんですよ。これ終わった後からでいいからね。そんな、遠慮、遠慮しなくていいですよ。そう。功徳はね、遠慮しちゃだめなんです。ご本尊様はね、申し訳ないことにさ、24時間365日ですよ。そうですね。そう。だって、ブラジルの人だって信じしてんだから。 ってことは、俺らが寝てる時に、ゴンゾンは起きてるってことですよ。ね、そうですね。そう。アメリカの人だって、イギリスの人だってみんなおだかに備えてんだから。<laughs> ってことは、やっぱり26時間、24時間365日、大聖人様は、不釈神明で、我々を救わんとされてるわけだよね。うん、うん、そうですね。寝てるのはこっちだけですよ。ある。はい。だから、あのー、まあ、 お酒をやめろとは言いませんけども、はいね、私もお酒やめる気はないですけど、はい、<laughs> これこれ、えー、だからねあの人間味のあるもんなんですよか、ね、<ー>大商人様だっお酒飲まれてましたからねそう,そうですよお酒の極供ちゃんと堂々と極供にお礼もされてますよ 今年はあの大変に出来のいいいお酒をた<ー>だけど当時ね仏様っていうか仏道修行者がお酒飲むってことは破壊そうですよ。うんうん、でもね大将軍様は堂々とやられてるのね。だから召州ではそういうことをそのあのいけないとかいろいろは言わないけど、うん、程度程度を加減しちゃんと程度の中でやんなさいよということなんだよね。 でねお題目をねしっかり唱えてねいくとねそういう程度がちゃんとこうねあの収収ままりのいいところに収まってくんだよねでお題目を唱えない生活していくとそういうその自分の煩悩とかあの語欲がねあのなんつうかな暴走するんですよ。 で結局はそれが自分を傷つけるっていうか自分もそれから他人も傷つけるっていうふうになってっちゃってでそれがまた自分で分かんないんだよね。らお題目唱えていくと自然に自然体の中で狩猟がね簡単に言うとねお酒の量が。これ若い頃俺も土題目の量が足りない頃の量から考えたら、まあ、年齢っちゅうのもあるけどそうでもないんだよ。やっぱり自分の頭の頭中で体がね あ、もう、もうこれ以上いらない。もういらないっていう、そういうスカッとした気持ちは出てくるのね。これ以上もういらない。飲めない。飲まない。で、いいところでほどほどに酔っ払ったらもうこれでいいやと。あと無駄だから、もうただただその後はもう無駄、無駄な、体は痛めるわ、金は使うわ、時間は浪費するわ。いいこと一つもないわけですよ。うん、そういうね、加減がね、お題目を本当に唱えていくと、精一杯唱えていった後の,あの、お酒っていうのはね、 そういうその切りが良くなるよね。スカッと。何についてもそう。それは。すべての煩悩。すべての、あの、ご欲に対して、そういうね、けじめが良くなる。スパンって。ね。だから、あの、まあまあ、今日はおそらく終わって正、招待はお互いに無理でしょう。はい、お互いに無理でしょうから。<laughs> あの、まあ、明日からでいいんですけどね。はい。ね。 頑張って、お互い頑張っていきましょうよ。はい、俺だってね、一、はい、日決めた時間が、あの、時として自転車走りすぎちゃって疲れちゃったな時ができない時は、はい、やっぱりね、はい、次の日に一生懸命それを補填するために頑張るとか、はい、あそういうふうにして、いや、今でもやってるわけですから。はい。友どもに。はい。よろしくお願いします。お願いします。そしたら、えっと、